も見てくださりありがとうございます。今日はほっこり和食です。まずイカの腹ワタを抜いていきます。人差し指と中指、チョキチョキの指で胴体の中にポコンと突っ込んでくるくるくるっと回したら取れやすいです。でこう指入れてくるくるっと回してスコーンと抜いてこんな感じで取っていきます。でこの骨みたいなこのペランとした 何あれペロペロっとしたあの骨みたいなところも抜けるときにはピッと抜きます。でまた胴体の中に残ってるので指を突っ込んで水で洗いながら取っていきます。で切れっこを水でゆすいで、ゆすいで、うん、ゆすいでだね、ゆすぎながら取っていきます。で胴体がこれで最後かな、最後かな、こう中に入れて指入れてクリクリって取っていきます。でゆすいで、はい OK、 まだ最後じゃなかった。結構ね先っぽの方にもこうなんて、なんだろう、綿みたいなドロンとしたのが詰まってるのでそこもきれいく取り除いていきます。で取り除いたら胴体のあの中を洗います。で目とくちばしを切り取ります。で包丁で目のとあのイカの足の部分を握って包丁でザクッと切って、くちばしは足のところピュッてピュッてこう押しちゃったらポコンと出てくるので取っていきます。切ってピュッて押しちゃったらくちばしが出てきます。大根取るとこ、あ、切るところを取り忘れてますけどごめんなさい。で厚揚げは食べやすい大きさに切ります。ズボラなので切ったらそのままもうお鍋にポイポイと入れていきます。大根ももう入ってます。でイカの足は切らずにそのままポイと入れていきます。で胴体の方は食べやすい大きさにペッペッと切って鍋にポイポイです。こんな感じでもめんどくさいのでザルとかに入れたら洗い物が増えるので鍋に直接もポイポイ入れていきます。で水 500cc 入ります。でカツオだしパックを1つ入れます。で蓋をして煮立ってくるのを待ちます。で煮立ってきたらアクが出てきているのでこれを穴隠して取っていきます。
調味料入ります。うつつき醤油大さじ4、酒大さじ2、みりん大さじ1です。でガラ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 たぎってきたら、またちょっとアクが少しずつ出るので、それも取り除いていきます。でだしパックを取り出します。そうしてアクを取って、今は地味してるね。で蓋をして、火が大根に火が通るまで待ちます。で大根に火が通れば出来上がりです。今日はこんな感じの夕飯でした。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、バイバーイ。